やつらはすでにゴーマに。ここに隠れろ、ベルベット。俺はセリカを助けに行く。怖いよ、アーサー兄さん。これを持っていれば大丈夫だ。セリカが魔法をかけてくれた生きる勇気をくれるリンゴだ。本当？本当さ。俺が嘘をついたことがあるか？セリカを助けたら迎えに来る。いいか、怖くてもくじけるな。何があっても諦めるんじゃないぞ。絶対諦めないよ。私はラフィーのお姉ちゃんで兄さんの弟子だもん。あの日から世界は変わった。魔物に疲れた人々、人間を食い殺す地獄に、絶望に凍りついた私の心が感じるのは、血まみれの肉の味とあの男への憎悪だけだ。起きて、ラフィー。朝だよ。おはよう。もう、ラフィーって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは。調子いいかな？ちょっと熱があるわね。今日はおとなしく寝てなさい。ちょうど新しい薬が届く日だし。僕、岬に行くつもりだったのに。ダメ、今日は我慢。本くらい読んでも。ベルベットを困らせるな、ライフセット。そんなつもり。アーサー兄さん、もう巻き割りを？ああ、一冬分やっておいたよ。だが出かける用ができてしまってな。薬の代金は少し待ってもらってくれ。なら私が稼いでくるよ。ウリボアを何匹か狩れば薬と交換できるでしょ。お前一人でか？アーサーの先君その一、
作戦は堅実に、対応は柔軟に。わかった。弟子の腕を信じるとするか。すまんが頼む。ごめんね、お姉ちゃん。ごめんもすまんもなし。家族なんだから、当然、でしょ。では、行ってくる。お粥を作ってあるから食べてね。夕方前に戻るから。わかった。気をつけてね、お姉ちゃん。そういえばアーサー兄さん、最近夕飯にあれを食べたいってリクエストしないな。いろいろ物騒で、村の仕事にも駆り出されてるし、疲れてるのかな。よし、今晩はセリカ姉さん直伝のウリボアの肉たっぷりなのにさっぱりシチューにしよう。栄養満点のお肉を食べれば疲れも熱も吹っ飛ぶわよね。最近例外がひどいけど、ウリボアの肉を町向けに売れるようになったのはありがたいわね。ラフィーと兄さんも村を挙げて飼育できればとか話してたけど、問題はウリボアの気性が荒いことよね。おとなしい豚と掛け合わせたらいけるかな。そしたら名前はブーリ？なんか臭そうね。あとはウリタ。うん、ウリタがいいわ。かわいいし。けどかわいすぎてちょっと食べにくいかも。うん、これだけあれば薬と交換できそう。お店に持っていこう。危ないわね。また崩れて穴が広がってる。柵を作った方がいいって何か言っても、触れちゃいけない場所だからって。セリカお姉ちゃんにもよく脅かされたっけ。ここは地獄につながってるのよって。そんなの信じるほどもう子供じゃないけど。あんたたちもしかして私が飼ったウリボアの。千君その三、剣を抜いたら迷うな。非常の戦いは非常をもって制すべし。やった。シャリーズ、タイマシの技。自負と不安、敵への同情、勝利の歓喜。お前は感情が豊かすぎる。それではいつか破滅するぞ。ま、うん、あ、この子の長所でもある。え、分かってるさ。だがそれでは。兄さん、アーサーの戦訓その4だよ。勝利を確信しても油断するな。あ、はい。ともかくこれでライフセットの薬代を払えるだろう。売る方の売り場は俺が先に店に届けておこう。先に？会う予定だった知人が遅れていたな。おそらく今夜は帰れない。それを伝えに来たんだ。薬はお前が受け取ってくれ。うん。もう一つ、村の近くでゴーマの群れを見た。万が一襲われたら迷わず逃げるんだ。ううん、ゴーマが来たって私が。ゴーマと戦えるのは大魔師の力を持つ者だけだ。それが現実の断りだ。感情ではどうにもならない。私もなれないのかな、大魔師に。なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？なぜって、飛ばないと餌を捕まえられないし。大魔師になるには特別な才能が必要なんだ。だが、それを持った人間はもうほとんどいない。はい。明日はセリカたちの命日だ。なるべく早く戻るよ。うん、
お姉ちゃん直伝のキッシュを作って待ってるから。あのウリボアたち兄弟だったのかな。見逃してあげればよかったかな。けどそれじゃラフィーの薬代払えないし、狩りのおかげで薬も買えるし栄養だってつけられる。これは仕方のないこと、理性的な判断なんて。いちいち悩む時点で感情に振り回されてるよな。ニコ、食料の買い出し？さ、そっちは狩りの帰り？うん、大量だった。頼もしいね。あんたが男だったら絶対惚れるわ。よかった、女で。女子ならもうちょっとおしゃれしなさいよ。使ってた櫛が割れちゃったのよ。新しいのは？そりゃ買いたいけど。おじさん、櫛乙女価格にならない？いきなりなんだ。いいってニコ、今日はライフセットの薬を買いに来たんだし。ベルベット、アーサーにも伝えたんだが、例の薬まだ入荷してないんだ。え、なんで？もしかしてゴーマのせい？町の方でゴーマ病がひどくなってるそうだ。この辺りもゴーマの群れがうろついているようだし。いつ届くの？わからん。届いたとしても値がいくらになるか。そんな、ミッドガンド王国は何やってるわけ？軍隊とかいるでしょ？そんなもの、とっくにゴーマに蹴散らされちまったよ。ここは大丈夫だよね。ベルベットのお兄さんは大魔師なんだし。どうだかな。アーサーの右手は怪我で動かんのだろう。そもそも自分の妻子も助けられなかったんだし。薬届いたら知らせて。もちろんだ。これはサービスだよ。ベルベット、覚えてるよね、特製キッシュの作り方を教えてくれる約束。獣医見習いの人にプレゼントするって、あれ本気だったの？もちろん。お願いね、私の人生の一大事なんだから。けどおじさんたちに反対されたんでしょ？周りがどう言っても関係ない。大事なのは私の気持ちなんだから。いいこと言うわね。私が男だったら絶対惚れるわ。でしょ？ただいま、セリカ姉さん。もう7年も経つんだよ、姉さんとお腹の子が亡くなってから。しまった、プリンセシアの花お供えするの忘れちゃった。姉さんもお父さんもお母さんもあの花が大好きだったのに。生まれてたらきっとこの子も。ごめんね、明日岬で摘んでくるから。おかえり、お姉ちゃん。ラフィー、寝てなさいって言ったのに。ちょっとだけだってば。ほら、熱下がってない。すぐご飯の支度するから横になりなさい。ごめんなさい。何これ？羅針盤、磁石を利用して方向が分かる道具なんだ。そんなの太陽や星を見ればいいじゃない。天気が悪くても分かるんだってば。この発明のおかげで長い航海ができるようになったんだ。ほら、船が揺れても正確に測れるようにここが動いて水平を保つようになってるんだよ。すごいでしょ？さっぱり分かんない。冒険の必須アイテムだよ。
なんでわかんないかな。また今度ゆっくり説明して。怪我しなかった？怪我どころか大量だったよ。兄さんも言うんじゃないかな。そろそろベルベットは免許皆伝だな。で、アーサー兄さん、今日は帰らないんでしょ？なんでそれを？シアリーズが来て教えてくれたから。兄さんの精霊、あんた本当に精霊の声が聞こえるのね。うん、大魔師の才能なんだって。あんたなら兄さんに負けない大魔師になれるかもね。兄さんの本を読んでいろんなこと勉強してるし。そうなりたい。お姉ちゃんと一緒に旅をして不思議なものをたくさん見たい。狩りだって焚き火集めだって僕がやるし、ゴーマが来たって守ってあげる。そうしたい。だけど、なってくれなきゃ困るよ、ライフィセット。あと20年後くらいで。そんなにかからない。じゃあしっかりしてることを証明して。まず柔らかいミートボールシチューを作るから、食欲がなくても頑張って食べること。で、苦い薬もごまかさずに飲む。できる？もちろん。兄さんが作った薪ってしつけが楽ね。何かコツがあるのかな。お姉ちゃん、シチューにほうれん草は入れないでね。好き嫌いすると大きくなれないわよ。うん、そうだけど今日は仕方ないわね。今日は特別にほうれん草なしであんたの好きなカレー味にしてあげる。ああ、ありがとう。これこれ、辛さはないけどすごくいい風味なのよね。そうそう、今日ニコに重大な相談されちゃったの。今度うちに連れてくるからよろしくね。うん、相変わらず仲がいいね。まあね、あの子とは長い付き合いだし。それにしてもあのニコが恋なんて。ラフィー、あんたも好きな子とかできたらちゃんと私に相談しなさいよ。好きな子？あんたは意外に頑固だからちょっと年上がいいかもしれないわね。あと料理が上手かどうかもポイントよ。上手な子なら大体間違いないと思うわ。もう何を言ってるの？お姉ちゃんこそ自分のお婿さんの心配をしたら。お婿？私はいいのよ。セリカお姉ちゃんの代わりにあんたとお兄さんのご飯を作らなきゃならないし、そもそもよその男の人を好きになるとかよくわかんないし。大丈夫？今水を持ってくるから。平気だよ、お姉ちゃんが変なことを言うからちょっとむせただけ。あ、ならいいけど。ごめん、ちょっと話が飛躍しすぎたね。先が思いやられるよ。でも仕方ないのよ。弟の心配するのはお姉ちゃんの仕事みたいなものなんだから。わかってるけどね、弟だって心配してるんだよ。お姉ちゃんに幸せになってほしいって。僕だけじゃない、アーサー兄さんだってそう願ってるんだ。家族だからね。うん、家族だから。ありがとうラフィー。やっぱり私はあんたのためならウリボアを1000匹殺したって後悔しないよ。あっと、いけない、早く夕飯を用意しなきゃね。偉い偉い、
薬もちゃんと飲めたね。約束したからね。明日は火の夜になるよ。そうなんだ。あの日と同じ夜に。ねえ、今日は一緒に寝てもいい？もちろん。さて、今日は干し肉を作って、とっておきのチーズでキッシュを。あれ、ラフィー？ちょっと、どこ行ったの？おじさん、ライフセット来なかった？いや、知らんが。その本、兄さんの。ライフセットが書き写した写本だ。しかるべき商人に下ろせば高く売れる。正当な値で買い取らせてもらったよ。あの子、こんな分厚い本を。羅針盤、そうか、あれを買うために。いや、欲しそうに見てたけどな。おまけにつけてやろうかって言ったんだが、それじゃあ俺が損をしちまうって。いい子だが商売には向いてないな。じゃああの子、お金を何に？俺は口止めされてるんだ。本人に聞いてくれ。ベルベット、ライフセットが出歩いてたけど大丈夫なの？大丈夫じゃない。どこで見たの？森の方に行くっぽかった。探すのを手伝うよ。お願い、ニコは念のために村の中を。私は森に行ってみる。ラフィー！お姉ちゃん、動ける？熱は？平気、ちょっと休んでただけ。まったく、何してんのあんたは。黙っていなくなって動けなくなったらどうする気だったの？そうなったら苦しむのはあんただけじゃないんだからね。ごめんなさい。したいことがあるならちゃんと言ってよ。そりゃ欲しいものも買ってあげられない情けないお姉ちゃんだけど。違う、そうじゃない、そうじゃなくて。そうだ、お墓の花忘れてた。うん、だから僕岬に積みに。だけじゃなくて海が見たいんでしょ？それもあるけど。今日は特別よ、一緒に行こう。いいの？その代わり、今度黙っていなくなったらベッドに縛りつけるから。はい。セリカお姉ちゃんたちのお葬式の朝も二人でプリンセシアを摘みに行ったわね。うん、4歳だったけどよく覚えてる。村にも岬にも花がなかったんだ。そう、ゴーマに荒らされたから。そしたら突然あんたが崖から降りようとして。お姉ちゃんは慌てて僕を捕まえてすっごく怖い顔をして怒った。当たり前でしょ、あんたまでいなくなったら私どうしたらいいか。アーサー兄さんがいるよ。お姉ちゃんのこともこの世界のことも兄さんがきっと何とかしてくれる。それはそうだろうけど、あんたがいなきゃ寂しいのは同じなんだからね。わかってる、ごめんね。でも
あんたが降りようとした崖の下にプリンセシアが二つだけ咲いてたんだよね。あの時風がふわっと吹いてきて、セリカお姉ちゃんと同じ香りがしたんだ。そうだったね。だから私は思ったんだ、あの花はお姉ちゃんからのメッセージだって。知ってる？プリンセシアの花言葉。かけがえのない宝物、いくいく年も健やかに。そう、私の気持ちも同じよ、ラフィ。うん、僕もだよ、お姉ちゃん。ラフィ、うちに帰ったらリンゴブー作ってあげよっか。リンゴブーって何？すりおろしたリンゴのことよ。小さい頃風邪をひくとセリカお姉ちゃんが作ってくれたの。甘酸っぱくて果肉がシャリシャリのトロトロで、それを食べるとすぐに風邪が治っちゃった。リンゴが体にいいのは本当だけど、どうしてリンゴブーなの？赤ちゃんの私がリンゴを食べたがってブーブー言ってたからだって。それでリンゴブーか。でもリンゴを見てブーブー言うなんて、お姉ちゃんは変な赤ちゃんだったんだね。あんたも赤ちゃんの時言ってたのよ。それを見てセリカお姉ちゃんと私は大笑いしたんだから。うー、咲いてる咲いてる。変わらないね、ここからの景色は。変わらなくないよ、季節や風や天気で海は全然違うんだ。それに海の向こうの景色も。海の向こう？時々わかんないこと言うわよね、あんたって。お姉ちゃん、今日は連れてきてくれてありがとう。何よ、改まっちゃって。ねえ、ラフィーは知ってる？なんで鳥が空を飛ぶか。そうじゃないと餌が取れないからだよ。敵からも逃げられないし。だよね。でも僕は思うんだ、翼を持った鳥は。コウマ！ライフセット、苦しくても頑張って走って。お姉ちゃん怖くないよ、あんたならできる。兄さんみたいになれるから。やめて、ダメだよ。逃げて。兄さんの言った通りけど、だからって。やめろ、僕が相手だ。私、なんで家に。お姉ちゃん、ラフィー無事だったんだね。ごめん、僕のせいだ。違うよ、あんたがいてくれるから私は。前の割れちゃったでしょ、
お姉ちゃんの髪綺麗だからちゃんとしないともったいないよ。僕が作るよ、お姉ちゃんが幸せになれる世界を。火の夜、なんで全部夢なんかじゃない。すべき感情か。お姉ちゃん逃げて。兄さん、かつてこの場所で地獄の蓋が開いた。そして今夜救世の力が復活する。ライフテッドの命を生贄にして。何を言ってるの。話しなさい。それは世界への捧げ物だ。なんで。もう絶対に助からない。嘘だ嘘だ嘘だ。やはりお前は感情に従うのだな。
ケベゴーマを食らうゴーマ。フーマ。周りをよく見る。村にゴーマ病が広がったのだ。だが案ずるな。この痛みは私が大麻師アルトリウス・コールブランドが止める。鳥がなぜ飛ぶか、これが俺の答えなんだよ、ベルベット。許さなくていい。全ては私の罪だ。アルトリウス！